ムカデ人間にあらすじネタバレ感想グロさが前作よりパワーアップ結末に唖然とすること間違いなし2010年に公開され話題を集めたムカデ人間その1年後に公開されたムカデ人間には前作をはるかにしのぐグロテスクさで注目を集めました前作を見ていなくても十分に楽しめる内容ですがムカデ人間 にリンクする場面や人物が登場するので前作を見てから鑑賞すると楽しさが倍増しますよそれでは早速ネタバレありでレビューしたいと思いますネタバレムカデ人間にあらすじ感想前作ムカデ人間大上回るグロテスクさ食事中は絶対に NG ムカデ人間には前作の続編ではありません前作ムカデ人間 のの熱狂的なファンンでであるマーティンが主人公の物語です前作とは比べ物にならないぐらい暴行や撲殺銃殺シーンが多くありもちろん劇中で流れる血も「ムカデ人間」にの方が多いですまた「ムカデ人間」では見られなかった排泄物の描写や性行為などの描写もあり下劣さや醜悪さが前面に押し出された作品になっています 後半ラスト30分前後からグロテスクさが最高潮になります上映50分を過ぎた辺りからついにマーティンによるムカデ人間の手術が始まるのですマーティンが拉致してきた人々は男女合わせて12人成功すれば前作ムカデ人間よりも人数の多いムカデ人間が出来上がるわけですしかしながら戦闘につなげるつもりだった妊婦は手術前の暴行で そしてもう一人は手術中の大量出血によって死亡し、マーティンは最終的に10人を結合させたムカデ人間を完成させます。ムカデ人間、ノハーティ博士は外科でしたので、麻酔を使って完璧な手術を言っていましたが、障害があって駐車場の警備員であるマーティンが博士と同じようにできるはずがありません。麻酔なしでの切開、そして口と肛門の結合はタッカー、工具用の巨大なホッチキス。 という見ているこちらもいろいろなところが痛くなってしまう手術シーンが繰り広げられますしかしきついシーンは手術シーンのみではありません特にグロテスクなのがマーティンの思いつきでつながれた10人がデザインを飲まされるシーンです前述の通り手術が雑なので結合部は隙間だらけその隙間からマーティンは一人一人の口にデザインを流し込みますしばらくするとそれぞれが便意を催し 結合部の隙間から排泄物が流れ出します最初は危機としていたマーティンすらも匂いで吐き気を催すぐらいで凄まじい光景が画面いっぱいに広がり深い極まりないの一言しか出てきませんさらには一番最初に死んだと思われていた妊婦が意識を取り戻しに出だすシーンにもなかなかきつい描写があるので要注意ですマーティンから逃げ出し妊婦は車の中にこもるものの恐怖のあまり出産してしまいます と同時に母親である彼女は車を出すためペダルを踏む際に生まれたての赤ん坊も一緒に踏みつけてしまうのですここまで残忍で胸クソ悪いシーンが続くと感覚がだんだん麻痺してきてムカデ人間が半分に分かれる場面やラストの重殺シーン視察シーンなどは気持ち悪さが薄らいだように感じるくらいですこんなにグロテスクなシーンを間接続けられていたのに 結局ラストはまさかのマーティンの妄想落ちで一気に気が抜けてしまいます。映画の世界とはいえども、あんなことが本当に起きていなくてよかったという気持ちになり、響き渡る赤ん坊の泣き声がどこか不吉な予感すら感じさせてエンディングロールが流れ始めます。マーティンの復讐劇、最終的には妄想といえども、劇中のマーティンの行為は残忍極まりないものばかりです。 どうしてマーティンはあんな残忍な妄想に取りつかれてしまったのでしょうかこれには劇中でも語られるマーティンのかなりハードな反省が大きく影響していることが考えられます。身の父親から性的暴行を受け母からは愛されないどころか父が投獄された原因とばかりに憎まれる日々外見も低身長で肥満そして障害のためか真っ当に話すらできないそんなマーティンは常に人に罵られて見下されています。 声を出して抗議することもなければ、暴力で立ち向かうこともできません。また、興味深いのはアクシデントとしての殺人はあったものの、本当に憎い相手はマーティンは自らの意思で虐殺していることです。母親を顔がなくなるまで殴り続けて殺し、父と同じく自分を性の対象と見ていた医師は銃殺しています。この二人はマーティンにとってムカデ人間にする価値もない人間だったのかもしれません。自分を見下した人間や、 自分と違い幸せな生活を送っている人々をムカデ人間にしたマーティンの顔は誇らしきで、指揮者のようなそ振りを見せます。10人のムカデ人間を犬のように扱うマーティンの姿は勝者のようで、これが彼の復讐だったのだということに気づかされます。しかし、妄想のラストはマーティンにとっても残忍な結末です。ムカデ人間の先頭になった女優の足湯ユリンに反撃され、アナルから体内にムカデを入れられてしまいます。 劇中の石い曰くムカデは男性器の象徴そのムカデをアナルの中に入れられる場面はマーティンが幼少期に受けた実家からの性的暴行とリンクしてしまいますしかしマーティンは妄想の中ですら自分を苦しめることを選んだのですこれにはマーティンの根深いトラウマがうかがえます実際に数回「泣くんじゃない」「パパのチンチンが硬くなるぞ」という父親と思われる声が響き渡るシーンがあります きっとマーティンが幼い頃に父に言われた言葉なのでしょう。たとえ妄想といえども、どんなに周囲の人間に復讐しても、幼少期に受けたトラウマからは逃げられないということをマーティンは無自覚でも頭の隅に感じているのかもしれません。あまりに根深いマーティンの闇と傷、ムカデ人間、のぞく編ではないものの、前作も見ていると2倍楽しめる。ムカデ人間に、は、ムカデ人間、のぞく編ではないので、 ムカデ人間を見ていなくても問題はない物語になっています。というのも、ムカデ人間として使う最後のターゲットとして、前作にジェニー役で出演していたアシユリン、イェニーが本人役として登場します。他にも登場はしませんが、カツロ役の北村昭弘や、臨時医役のアシュリー、C ・ウィリアムズの名前が出てきます。映画の著書,書で前作の映像が使われているので、 前作を見ていた人にとっては感慨深い思いが味わえるかもしれません。また、マーティンの研究ノートや、部屋で手にしていた写真など、前作ファンならば思わず、おっ、っと声を上げたくなる箇所がいくつもあります。そして、ムカデ人間に、の4年後に公開される、ムカデ人間さん、ミもマーティン役のローレンス、R、ハービーが全く異なる役柄で出演しています。ムカデ人間に、 まとめ。以上ここまで映画「ムカデ人間に」についてネタバレありで紹介させていただきました。